倒幕を成し遂げた幕末の雄藩薩摩藩、明治維新において大きな役割を果たしたことは皆さんご存知の方も多いことでしょう。小松帯刀、西郷隆盛、大久保利通、桐野利明などの活躍もさることながら、大量の武器、軍艦を購入することのできた薩摩藩の経済力の凄さがあったからこそ彼らが活躍できたと言っても過言ではありません。貧乏な藩が多かった幕末の大名たちですが、実は薩摩藩も信じられないほど借金を背負い破滅の一歩手前だったことをあなたは知っていますか？歴史に関する事件や人物などをご紹介していくこのチャンネル、皆さんこんばんは、ゴン吉でございます。今回ご紹介する話は、実は崩壊寸前だった薩摩藩はなぜ幕末の雄藩になれたのかでございます。幕末の薩摩藩といえば島津斉彬、久光が有名ですよね。彼らが藩主となった時期は、薩摩藩の経済力はイギリスと戦争ができちゃうくらい強かったわけですが、その薩摩藩も実はとんでもなく借金を背負って火の車だった時期があったのです。その借金の額も半端なく、最悪の時期では藩の年収の40倍にも達しておりました。現在の日本の借金は GDP の2倍ということですから、それをはるかに凌駕した借金を背負っていたんですね。今の日本でも相当ピンチと言われていますが、当時の薩摩藩はピンチなんてものじゃ済まされません。しかしそんな薩摩藩は、皆さんご存知の通り、幕末には軍艦や武器をバンバン買って倒幕を成し遂げます。一体薩摩藩は国家破綻の危機をどうやって乗り越えたのか、ご紹介していきましょう。時代は島津斉彬、久光の曽祖父にあたる島津重秀が実権を握っていた頃の話。第8代薩摩藩主で、すでに隠居の身となっていた重秀は藩の最大実力者でした。当時の薩摩藩は幕府に濃尾平野の木曽川改修工事を命じられ、その費用は膨大な額に上っていました。薩摩藩は77万石の大半ですが、実は土地が痩せていて、実際の石高はその半分もありません。しかも桜島の噴火などの災害にたびたび見舞われておりましたし、おまけに重秀の暮らしぶりは贅沢で、藩主だった頃から外国の書籍や珍奇な品物を買い漁るなどの散財が加わり、藩の借金が急増するのです。1787年、天明7年、重秀は43歳の時に嫡男の成信に藩主を譲りましたが、以後も実権を握っており、贅沢な生活を改めませんでした。このため藩の負債額は126万両に達し、これは藩の年収の10倍近い金額で、さすがに藩主成信も1807年、文化4年に財政の立て直しを図ります。秩父末安、蒲山力といった切れ者を家老に抜擢、徹底的な緊縮財政と私風の引き締めを断行。この時重秀の長身たちは一斉に退けられるのですが、還暦を迎えていた重秀はこれに激怒、改革つぶしに乗り出すことになるのです。なんでやねんって突っ込みたくなりますよね。お前のせいだろうって思っちゃいますが、しかし人間って自分を否定されると、たとえ間違っていても歯向かいたくなる生き物なんでしょうね。藩主成信はこれに抗おうとしますが、重秀に勝てず、結局秩父末安、蒲山力を罷免せざるを得なくなり、改革は頓挫してしまいます。しかしなぜ藩主成信は重秀に屈服しなくてはいけなかったのでしょうか。実は重秀の三女重姫は江戸の将軍家斉の正室で、江戸の高輪に住む重秀は将軍の岳父として高輪下馬将軍と呼ばれるほどの力を持っていたんですね。そんな重秀が幕府を動かしたため、藩主成信は屈服せざるを得なかったのです。しかも重秀の怒りはまだ収まりませんでした。改革派を徹底的に調べ上げ、13名を切腹、25名を遠投、合わせて111名の藩士を処分しました。さらに藩主成信を引退させ、19歳の孫成信の嫡子成興を藩主に据え、
再び藩の実権を握ったのです。それにしても重秀、自分のやってることを分かってるんでしょうか。怖いですよね。改革の中断で再び藩の借金は増加してしまいます。文政末年には借金の額500万両に到達。これは藩の年収の35から40倍、借金の利子だけでも年間50万両に上りました。藩の年収は15万両程度なので、借金の利子の方が収入より圧倒的に多いという状態。これには豪商と言われる人たちも薩摩藩への新たな融資を断り、藩士の俸禄もほとんど払えない状態に陥ります。まさに財政破綻、島津家存亡の危機、大恐慌の引き金でしょうか。まさに破滅、自滅、地獄。ここまで来てようやく重秀も根本的な対策に乗り出す必要に迫られるんですね。遅すぎる中年。1826年、文政9年、重秀は大阪の金銭管理担当の奉行新納時政を江戸に呼びつけます。お前を家老に取り立て、財政改革を一任しようと考えていると打ち明けますが、新納時政は話を聞いた瞬間即座に断ったそうです。このため翌年彼は失脚してしまいます。しかし賢い人なら当然断りますよね。ましてや前回の改革で処断された人々のことを考えると腹立たしいとしか言いようがありませんね。困った重秀が次に選んだのが高橋神五兵衛という人物ですが、結局神五兵衛の改革はうまくいかなかったんですね。しかしこの時、高橋神五兵衛の協力者の一人に図書広里という人物がおりまして、重秀に目をつけられることになるのです。はい、ここで簡単に図書広里がどういう人物かをご紹介しましょう。日本史の教科書に必ずと言っていいほど載っている人物ということなのですが、私権吉はちょっと覚えてませんね。皆さんはどうでしょうか。知ってますか。この人物が薩摩藩の財政改革を行った人物なのですが、この破滅的状況を覆す藩の救世主になる人物なんですね。そんなすごい人物なのに改革を任された経緯とかその後の人生は意外に知られていません。どうしてなんでしょうね。それでは図書広里を簡潔にご紹介してみましょう。広里は初め川崎家の次男として生まれますが、13歳の時に図書家に養子に行くことになります。この図書家は代々鹿児島城内の茶坊主の家柄で、15歳の時に養父が亡くなったため広里はその職を継ぐことになりました。文才があり勉強熱心で、わからないことがあるとその筋の専門家から詳しく話を聞き取り、主君に家紋された時にはいつも的確な返答をしたので家中で一目置かれる若者だったそうです。23歳の時、1798年寛政10年に江戸に呼ばれて島津重秀の茶坊主となりますが、やがて藩主成興月となります。36歳で御茶道頭、その後藩主側近都南都頭取にトントン拍子に出世しますが、早い出世を妬まれ、その2年後1818年文政元年には藩外交で使者を務める使い番に左遷されてしまいます。その後も官職の町奉行に転じていましたが、やはり実力があったのでしょうか。1824年文政7年には再び重秀や藩主の側近に返り咲き、同時に藩経済に関与することになるんですね。さて話を元に戻しましょう。重秀に目をつけられた広里でしたが、1828年文政11年4月、重秀は広里を江戸に呼び出し改革の主任者となるように説得します。この時広里53歳。私は長年茶坊主をしてきて財政には疎いのですとやはり誇示しましたが、しかしこの時の重秀は覚悟が違いました。83歳とは思えぬ動きで長脇差しを握り、広里を視察しようとしたのです。断って死ぬか引き受けるかの二者択一を迫られた広里は引き受けるしかありませんでした。それにしても重秀って暴君ですよね。
絶対使いたくないわ。まんまと藩政改革の責任を押し付けられた広里ですが、しかしもはや天文学的な額の借金で破滅寸前の薩摩藩を一体どうやって財政改革をしたのでしょうか。広里はまずスポンサーを集めます。今まで薩摩藩に出資していた旧銀主たちとは別の豪商たちに目をつけたのです。大阪商人出雲や孫兵衛と協力し、平野屋彦兵衛、住屋彦五郎、住屋安兵衛、大宮半左衛門などの大阪の豪商を説得して、重秀から朱印状を出してもらうことを条件に銀主を引き受けさせたのです。よく破綻した薩摩藩に出資する気になったなぁと思われる方も多いことでしょう。もちろんそこはみんな商人ですから当然理由はあります。薩摩藩には黒砂糖の生産による利益が見込まれていたからです。サトウキビから取れる黒砂糖は薩摩藩の特産品で、砂糖の需要は増える一方だったので、そういった意味では薩摩藩は優良株だったんですね。新銀主たちは砂糖を独占的に扱わせてもらえることに大きな魅力を感じたのでした。とはいえ薩摩藩には500万両という莫大な借金とその利子がありました。広里はどうやってこれを解決したのでしょうか。大阪や京都の旧銀主たちに広里はこう宣言します。今後は一切利子を払わない。元金は250カ年年譜で償還する。つまり毎年2万両ずつ250年かけて払いますという宣言なのですが、ほとんど踏み倒しですよね。そんな都合のいい話がまかり通るはずもなく、豪商たちは激怒して凄まじい反発を見せます。大阪町奉行の後部義介は放置できないと判断して、広里の右腕出雲や孫兵衛を逮捕します。がその罪が広里や薩摩藩に及ぶことはありませんでした。一体なぜでしょうか。正解は広里が幕府に10万両もの大金を献金したからでした。献金って言うんですかね、これ贈賄って言うんじゃないですかね。当時幕府も財政難でしたから、孫兵衛を大阪から所払いするだけでこの騒動を不問にしたのです。しかも孫兵衛は大阪町奉行後部義介が大目付に転出し、大阪からいなくなると堂々と大阪に舞い戻っています。現に恐ろしきは国家権力と贈賄ですね。国家ぐるみの犯罪がまかり通る。ああ恐ろしい。その後も旧銀主たちは250年の返済期限の短縮を迫ったりしますが、広里も幕府に献金を怠らなかったため、これらの要求を一蹴し続けます。ついには全くお金が返ってこないよりはマシと旧銀主たちも泣く泣く広里の条件を飲みました。これによって幾人もの商人が倒産したと伝えられております。ちなみに広里に無理難題を押し付けた重秀ですが、1830年天保元年12月に広里と孫兵衛に対しこう命じます。今後10年間で50万両を備蓄しろ。この他幕府への納付金や非常手当を用意せよ。500万両の古い借金証文を取り返せ、という無茶な朱印状を与えているのです。できるだけ意に沿うことを約束するにとどめた広里ですが、結果的に広里はその要求を全て果たすことになります。1833年天保4年正月、重秀は89歳で大往生しました。正直ほっとした人が多かったんではないでしょうか。最後までわがままな人だったようですね。広里の信じられない強引な手法で借金は無産し、さらなる経費削減とありとあらゆる増収の手段を講じていきます。特に特産品となる黒砂糖は奄美大島、徳之島、喜界島の3島から税として絞れるだけ絞り取っていきます。この絞り取り方が鬼のようです。一体どのような取り立てだったのでしょうか。税以外のサトウキビもすべて領民から安く買い取り、田んぼを乾かしてサトウキビ畑にすることを推奨、抜き砂糖を企てた人を死罪、共犯者も遠島に処し、少量の砂糖でも
島民自身での消費や貯蔵を許しませんでした。指先についたのを舐めるだけでも鞭打ちの刑、子供が盗み食いするだけでも捕らえて棒縛りとして地上に晒しました。まさに地獄ですよ、地獄。しかしこれによって改革前よりも100万両近く収益は増加したそうです。他の様々な産物の増産に励みましたが、一番儲けたのは幕府に公表できない密貿易でした。薩摩藩の支配下にある琉球王国を通じて清国と盛んに密貿易を行ったのです。蝦夷地の昆布とか金製品を富山の薬商人から密かに買い上げて輸出し、人気のある唐物を持ち込んでは国内で秘密裏に売りさばきました。信じがたい話では、一部金や一部銀などの元金作りを始めたとも言います。偽造通貨ですよ。もう藩を挙げて犯罪国家になってますよね。どっかの核持ってる国みたいだよ。いずれにせよ、黒砂糖の先輩化、中国との密貿易、元金製造により薩摩藩の藩庫は一気に豊かになったのです。その後も広里は藩主成興の下で改革を続け、家老閣へ昇進、御内用係と呼ばれる改革推進のための特別職を拝命し、藩士のみならず領内の坊主や町人に至るまで次々に登用して成果を上げました。まさに広里は薩摩藩の窮地を救った功労者となったのです。1848年嘉永元年、江戸藩邸において図書広里は毒を煽って自殺します。享年73歳。密貿易が幕府の咎めるところとなり、その責任を一身に背負って死んだのです。信じられないことに、幕府に密貿易を告発したのは藩主成興の息子島津成明でした。一体なぜでしょうか。実は薩摩藩では当時世継ぎ問題で揉めていました。藩主成興の後継ぎをめぐって成明派と久光派の間で対立が起こっていたのですが、藩主成興は後継ぎである島津成明が40歳近くになっても引退しようとはしなかったんですね。それはお気に入りの側室おゆらの子である久光に藩主を譲りたいと考えていたからです。広里は久光派を推していたので、成明派が広里を失脚させるため密貿易を告発し、一気に成明に藩主交代を実現しようとしたのがこの密告事件の真相でした。いずれにせよ、広里の手腕で薩摩藩の財政が立て直され、薩摩藩は幕末の雄藩となって活躍できることになるのですが、皆さんはどう思うでしょうか。広里は薩摩藩の窮地を救った功労者なのか、借金踏み倒し密貿易元金製造の犯罪者なのか、彼の評価は時代とともに変わることでしょう。少しでも興味深いと思っていただけたら、高評価ボタンを押してください。ただいま、いつもの誰もいない俺の部屋ですよ。いかがでしたでしょうか。図書広里、やらなければ殺されるという状況に追い込まれたからというと仕方ないのかもしれませんが、あまりに過酷でしたね。特に黒砂糖の税の絞り取り具合が半端なくて嫌ですよね。そう考えたら最後の死に様も仕方ないのかなと思いますが、因果応報と言いますか、人は死ぬ時に人生の評価がそこに現れるってなんとなく信じてる私です。皆さんはどう思いましたか。ぜひコメント欄で聞かせてください。島津重秀って私は知らなかったので今回の話で知った人物ですが、本当無茶苦茶な藩主ですよね。絶対こんな人に使いたくないわ、これ。共感していただける方は、ぜひ、チャンネル登録と、いいねボタンをよろしくお願いします。あと、スーパーサンクス機能もありますので、ぜひですね、応援のほどよろしくお願いいたします。それにしても物価が上がって生活が苦しいですよね。もう、広里みたいな非常な手段を講じないと、この経済危機は乗り越えられないかもしれないな。いや、犯罪しろとは言ってませんよ。何だったかな、昔聞いたことがある名言っていうか、こんな言葉を聞いたことがあります。犯罪すれすれが一番儲かる。みんな、
真面目に働こうね。おやすみなさい。